ちなみに、まあ、フロリディどう捉えてるかっていうと、地元のちょっと怖い先輩ぐらいに捉えてます、ね。おお。わかんない。近いですね。距離は近いですね。地元の怖い先輩が、あのいやお前知らないの全部情報だよって言ってる感じで、マジっすか先輩みたいな感じ。なるほど。な感じに近いですね。全部情報なんだよみたいな。高校であれですか、なんかお前まだこれ読んでないのとか言ってくる先輩。いや高校に、高校ではないです。もっと、小学校高学年か中1ぐらいですね。でもすげえ、そんな先輩が呼び出されて話聞いてて、いやもう全部情報なんだよ、マジっすかみたいな。いやでも俺情報じゃないっすよね。いやお前も情報だよみたいな。全部情報だってマジでって言われてるような感じがしてますけど、今オフレコトークの、オフレコ、じゃあまあ、レコードされてるけど、その話してますか。話すはだからまあ右か左かみたいな話で、我々は局さんですね。局さ、インフォメーションアーキテクチャ局さ、局さセクト、そうセクト、局さセクトです、ね。アクティビストです。アクティビストの我々あって、うん、いやサンデルの分もまあ今思うと結構くだらなかったじゃないですか。でまあ、もちろ ん, なんかそれをね、あのそれどうくだらなかったかっていうのを分析は特にしてはないんですけど、まあ、似たような感じで倫理学大事だよねっていうのがこれから言われそうで、でも実際大事なのはその倫理学をどの立場で話をするかみたいなところで、うん、あ自分の考えてたことを思い出しますけど、いっぱいさんが話してることを思い出せないです。そうですよね、繋がってないもんね。動画見直して、インフォスフィアの話してたから、サイバースペースがうんぬんで、サイバースペースで空間メタファーじゃなくて何て言うかですよ。で何て言うかは、コーパスなんですよ。あ、そうだそうだ、それ覚えてます、覚えてます。そうですね、コーパスですね。この本で彼が言ってるの、コーパスっていうと急に接続されるところが変わっていいですね、うん、そう、コーパスっていいんですよ。相対ですね。コーパスは空間メタファーじゃないですからね、うん、ボットとか AI の権利っていうのと動物の権利って言ってるのは結構構造が近いじゃないですか。ピーターシンガーの本がありました。ありましたっけ。あった気がする、確かに。ああ、その辺にある。近い。あった、これだ、ほらほら。すごい、すごい来たよね。なんか我々ね、だから長く喋ると結構同じとこに行くっていう、避けられないよね。これだから、デザイン界隈では多分ドナルド・ノーマンが最初って言われてると思うんですけど、うんうんうん、なんかワーマンも一つ、なんかこうデザインとかインターフェースデザインのイデオロギーっていうのがあって、ユーザーに考えさせないのがいいデザインみたいな話って、すごくその注意を要するステートメントだと思ってて、最近のあの、まあ、あのウェルク的な問題とかね、本物の情報請求見せてよ。並べていいですか。そうなんですか。大丈夫です。ああ、大丈夫です。並べてもらいたいです。並びましょう。まあ、これが中心にします。中心というか、まあ、これをマッピングしたらどうなるのか。インザビギニング的な感じで。で、ここがね、ここはどっちだろう。U はね、ここです。ミステーネミゾンはあんま関係ない。いやいやいや、関係ありますよ、関係ありますよ。だって、関係ありますよ。だって、ここに繋がってるんで。ああ、なるほど。そうですか。